まあ、はい、それでは自由党代表の記者会見をこれより行わさせていただきます。まあ、何かございますか。はい。じゃあ、挙手をしてお願いいたします。はい、すみません、NHK の岡崎と言います。頼みます。加計学園の問題をめぐってですね、昨日愛媛県から新たな文書が明らかになりました。まあ、内容はその3年前の2月末にですね、2月末ですかね、安倍総理大臣が加計理事長と会って、まあ、獣医学部の構想についても話を聞いていたという記録が発表されました。まあ、総理は先ほど本会議でもその面会のこと自体をですね否定しているわけですけども、まあ、真っ向から主張が食い違う状況になっていると、こうした事態を代表どういうふうにご覧になっていますでしょうか。また野党としてどういうふうに対応されていますでしょうか。まあ、この加計問題は森友でもそうですけどもね、総理はじめ総理周辺の人みんな否定して知りません、存じますし知らぬ存ぜぬで通してますけれどもね、事実は次々と明らかになってきて、今度の場合は検討局がね、きちんと知事の責任でもって発表したことを表に出したことですからね、そんな嘘をねわざわざ言う必要はないんで、あまりにも総理、官邸周辺がそれこそ嘘を言って、いるので、多分疑憤を感じ、あるいは愛媛県としては自分たち自身がその不正な行為に関与したと思われるのも嫌だろうし、いずれにしても、事実はこうだっていうのは間違いない事実なんだろうと思います。そうすると総理が否定するっていうことになると、さあどうするかっていうことですよね。これはやはり野党としての対応、それからメディアを含めた国民の対応いかんによるだろうと思いますけれども、どっちにしろ真実をはっきりさせるべきだろうと思います。はい、ありがとうございます。ザ・プレスジャパンの桜井です。両代表にお願いしたいんですが、関連質問になると思うんですが、この中でですね、国会の中でさまざまな重要法案がですね、目白押しですよね。その中ですね、野党としてその加計問題とその重要法案というものをどのようにして、まあ、対応していくのか、とても重要な問題だと思うんですけど、そうするとですね、野党共闘の問題も出てくると思うんですね。で、両代表いかがでしょうか。 お答えください。お願いいたします。何でそんなに重要な問題ある。ありますか。加計問題、森友問題に勝るような重要な問題ないんじゃないの。TPP とか。TPP は僕らは何も全然重要じゃないの。あれはよろしくないと、国民にとってよろしくない、日本にとってよろしくないという内容を含んだものですし、働き方改革、あれもまたおかしな話ですし、IR だっけ、IR、はい、カジノの法案も、僕は賭け事そのものをそんなに特別扱いする必要ないとは思ってますけれども、法案についてはちょっと中身については私は賛成できませんし、どっちにしろそんな本質的基本的な問題、はない。やはり権力、長期権力とその権力の在り方、安倍さんの権力の私物化、これの方がよっぽど民主主義社会、政治にとって大事なことだと思いますので、それは野党もきちんと認識を統一して、これに対
対処すべきだと思います。山本代表いかがですか。ありがとうございます。ありがとうございます。今小沢代表言われた通り、国の根幹という部分に関わるという問題ですから、家計にしても森友にしてもですね、まあ、その他の問題もそうですが、そちらを白黒はっきりさせるということは非常に重要であると。で、それ以外の重要法案と言われているものは、政府にとっての重要と、で、人々にとっての重要というのは全く違うと思うんですね。政府にとってはいろんな利権だったり利害という意味で重要であると、人々にとっては命を脅かすほどの重要法案であるというような形になるので、おそらく採決してる場合じゃないと。どちらかというともう委員会室前に、みんなが集合して委員会を前に進めないというようなことが、おそらく働き方、いわゆる過労死法案ですよね、であったりとか IR、TPP、PFI、地方創生を名乗りながらのお仲間へのばらまきの準備法案だったりとか、ろくなもん一つもないですから。そう考えたら、今国会が、まあ、何でしょうね、事実上止まったとしても、国民生活には逆に、国民生活にとっては逆に、助けにしかならないというような局面だと思ってます。はい、これ野党のあれは国会はいつ明日やるの。明日ね。定期国会だけなの。臨時的に今日も途中で入ってます、ね。はい、すいません、芸レポーター酒井優斗です。両代表にお伺いいたします。アメリカフットボールの試合で反則行為をしたとして、日大選手は記者会見で監督からの指示があったというふうに説明していますけれども、学生 の選手に謝罪させて監督は一切会見には出てこないという現状に対して、これは安倍政権の森友問題と同じではないでしょうかと僕は思うんですけれども、これ両代表いかがでしょうか。安倍政権の森友問題と一緒じゃないかというふうに思うんですけれども、この問題、これどう思いますでしょうか。よろしくお願いします。両代表に上が責任取らないかな。よく似た問題だなと思います。結局なんでしょうね、汚れ仕事をさせておいてその責任は、自分たちは取らないでいいというようなスタンスという意味では非常に似てる部分はあるかなと思います。ただですね、今日、記者会見に応じたという、当事者の学生さん、彼の身を守る意味でもこれからの人生ということを考えたとしても、記者会見に応じたということは一つプラスの部分ではないかなと思います。そういう大人たちが、まるで自分たちは何も関わっていないという既成事実を作られて終わるよりも、確実にそういうことを命令されたから逆れなかったんだっていうような弁明の場があったっていうのは、私から見るとそういう場面も必要だったのかもしれないなっていうふうに思ったりもするんですけれども、やった方がいい。会見したのか。そうなんですよ、学生さんが、はい、退部をして。小沢共同代表に伺います。読売新聞の向井と申します。先ほどの家計の話に戻るんですけれども、この問題、非常に野党は長く追及を続けていますけれども、これだけ不祥事やですね、疑惑が山積している中で、それでもその内閣は支持率をですね、一定程度保っており、3割を切る、3割前後推移している状況です。野党がここまで追い込めていないことには野党側に責任があるという指摘もあるんですけれども、共同代表ご覧になって、で野党 その戦略のまずさといいますか、どうご覧になってますか。もっとここをこうしたら攻められるんじゃないかというお考えをちょっとお聞かせいただけないでしょうか。それは野党側に、この問題を追及する、迫力が、力が、エネルギーが不足しているということは事実だろうね。野党とメディアかな、多分。このだけの重大問題なのに権力の私物化という、その、大したことじゃないみたいな感覚で、扱ってる手合いが多い。僕はそういう意味でね、野党の追及の力が、エネルギーが不足しているということはもちろん
その通りだけれども、あとは受け取る方のメディアはじめ国民の意識の問題でもある。あの支持率のことはね、大した問題じゃないね。要するに自民党政権に代わる集団ができてないから、それでやっぱり権力についてるから。そうやって2009年の前だって自民党支持率どうかったよ、調べてごらん。うん、だけど選挙して変わったよ。だから国民の皆さんの現状に対する不満やなんかは日本人というのはあまり表立って意見表明しないけどね、非常に大きいものが僕はあると思うよ。だから安倍政権下でものすごくいい思いした人はいるだろう。だけどそれは一部でしかなくて、大多数の人はいろんな自分の人生の不安や生活の不安やいろんなものを抱えて、ただまあ今は飢え死にする状況ではまだないから、日本は意外と内向して黙っているけれども、非常に僕は批判不満は潜在的に、マグマはどんどん大きくなっていると思う。だから野党が本当に一つになって力を合わせたら、絶対国民の支持は圧倒的に来ると、いつも言ってる通りだと私は思ってる。関連でもう一問お願いいたします。先ほどおっしゃった中で、そのやはり野党が結集するべきだというご指摘なんですけれども、その過去2回のですね、非自民政権の樹立に大きく総動力を尽くされた小沢共同代表に対して、やはりその立憲民主、国民民主両党内からもやはりそのお知恵を借りたいと期待する声も出ているのですけれども、お知恵を借りたいと、立憲民主、国民民主の両党内にはですね、やはりその野党結集には小沢先生のお力が必要なのではないかという声も聞かれるんですけれども、参院選に向けられてご自身はどう動かれるつもりか、ちょっとお聞かせください。どうってことないですよ。僕はそう野党結集して、そして政権交代する、議会制民主主義のあるべき理想の姿に持っていくというのが僕の政治家としての最大の目標ですから。ですから今でもまだ遅くない、もうもっともっと早くできたはずだけど、まあ、とにかく今でも遅くないということで、もし私にできることあれば何でもやります。共同通信の渡辺と申します。先ほど小沢代表が、家計問題について真実をはっきりさせるべきだというふうに、真実をはっきりさせるべきだというふうにおっしゃったと思うんですけども、この真実 のはっきりさせ方について、立憲民主党で今日本会議で参考人招致、加計幸太郎理事長とか参考人招致をすべきだという話もありましたけど、そのどういう形で真実をはっきりさせるのがよろしいとお考えでしょうか。参考人だけじゃない、証人喚問も言ったよね。なんとかとなんとかとなんとかの証人喚問となんとかの参考人って言ったよ。だからそれはぜひやるべきだと。だけど政府自民党は嫌だっちゅうだろうから、じゃあどうするっていう話だな。そこをやっぱりただ言っぱなしでは実現できこないんだから、そこを考えた方がいいだろうと思うね。よろしいですか。すいません、2問目お願いいたします。関連なんですが、不信任案に対して小沢代表、山本代表どのようにお考え、山本代表の場合は問責決議案ですね、
どのようにお考えでしょうか。お願いいたします。小沢さん、あの内閣不信任案に関して、小沢代表は内閣不信任案に関して、今日はあれ茂木君だけだろ。内閣の安倍内閣の内閣の方の不信任案ですね。安倍内閣の不信任案についてどのようにお考えでしょうかということですね、はい、不信任案ただ出したって否決されちゃうの、うん、それはあの安倍さんや自民党が信任だ信任だっていう結果に終わっちゃうの、うん、だから不信任案を出すなら出すで、それが結果が出るようなそれまでの間に方法を考えなくちゃいけない、どういう方法かはそれは、野党第一党をはじめ、あの人たちが一番先に考えて、みんなを引っ張っていくということじゃないといけないと思うけれども、本当にやりきれば、安倍さんは辞めざるを得ないと僕は思ってるよ、ずっと前から。うん、だからさっきなんだあれなんだ、読売の人か、野党の力がうんぬんという話したけど、それも大いにあるよ。枝野代表は最初からその不信任案ということをその強調されているような感じがするんですけど、いかがですか。不信任案、はい、あ、枝野代表の方は、出したくて出したいというような意思をなんか、なんかよく出されているような気がするんですが、いかがでしょうか。いやだから出すのはいいよ出すのはいいけど、ただ出して終わっちゃっちゃしゃあないよね。うん、だから55年体制でも必ず会期末に不信任案社会と出したもんだよ。だけど何の意味もね、それだけならばだよ。だからこれだけもう誰が見たって安倍さんがやったことだよ。安倍さんいくらやんない、やんないやんないって知らないって言えば言うほどおかしい話だよこれね、今の状況は。さっき言ったように、なんで県が嘘つかなきゃなんないの。そうでしょ、はい、何の得もないでしょ、時の権力と喧嘩して嘘ついて、はいはいはい、なんつったら、それはやっぱりあまりにもおかしいということでもって、知事はじめ県愛媛県が決断して真実を明かそうということになったわけでしょ。だからもう大多数の人ももうみんな分かってんじゃないかな、あの国民も、と思うよ、ここまで来れば。だからあとはこの国民のそういう気持ちをきちんと分かって、そしてなおかつじゃあどうすればいいかっていう話になるわな。すみません、NHK の岡崎です。関連質問でもあるんですけども、座代表、今国会の対応ですね、対処交渉から見られていて、ちょうど野党が審議拒否に連休前に入る前もですね、国民会見るとなんとなくこうスルスルと、問題が山積しているにかかわらずですね、スルスルこう国会が動いているように見えてしまうというご指摘がありました。で今もその、加計さん、柳瀬さんはじめですね、参考人招致承認官も求めているんですけども、与党が応じるとは思えない状況の中で、重要法案が今週中にもですね、TPP しかり、働き方しかり、どんどん委員会採決が行われていくような流れになっています。で、なかなかその審議拒否に対するですね、不安感みたいなものも野党内にあってですね、見てるとこうスルスルと国会進んでいくような状況になりつつあるんですけども、こうした場合に小沢代表としてはどういうようなアドバイス、あるいはどういうふうに先日で臨むべきか。君らが審議拒否って言うから、すぐみんなビクビクしちゃうんだけど、審議拒否じゃないやないかって、向こうはもう事実を隠して何も関係ないような顔をして過ごそうと思ってるわけですから、だからそんな嘘ばっかついてるやつとは議論が成り立たないんだから、やっぱりはっきり事実関係をお互いに認め合いながら、その上でもって議論中のは成り立つんで、知らぬ存ぜぬだけじゃ議論なんねん。審議拒否じゃねえの、あっちが全然
審議に応じようとしないというのは安倍さん以下は政府の方だと。だから何もビビることないんですよ、うん、だから政権をね倒して取った二度あったけども、その間でもねいろいろ院内闘争もねやりましたよ。やったけど国民の別にそれによって批判を受けてダメになったかっていうと結果はそうじゃないね。今だと今君の言うように何となく野党の存在がなくて、あるいは野党もそれを領として審議がずっと進んでるみたいな話しか伝わらないでしょ。まあ、何があったんだろうなっていう感じになっちゃうんじゃないかな。だから野党本来立法府国会というのは野党の政府追及の場なんだけれども、議員内閣制ではね、主として、だからそこをやっぱり国民に分かるようなやっぱことをやらないと、なんだこの間委員会やなんか国会の審議に、これじゃ応じられないと言った時も何かあったかな、なんとなく出ない人だけどな。審議拒否に関しては結構マスコミもどうして出てこないんだっていう、まあ、マスコミの言うことなんか気にすることないっつうんだよ俺ね。すいませんね、こんなことしてたら俺なんか今生存してらんないよ。本当ですね、それは真実は述べるべきなんだな、誰が何言おうが。そうか、それは国民は分かるよ。僕も地元の人が分かってくれるから当選してんのよ。メディアの言うとおりだったら俺党に落選でもね。だから真実は分かるんだよ、国民はちゃんと見てるよ。だからそんなね安倍政権のねどのこの体制派の意見にねビクビクすることないんだ。野党はやっぱりある意味で権力闘争だからね、この政権の争奪っていうのは。だからそこはきちんと国民に分かるような闘争の仕方をしないだろう、私はそう思います。そこのあれがちょっと希薄なんじゃないかな。はい、じゃあ今日はこれにて代表記者会見を終了させていただきます。あ、そう、最後か、はい、ありがとうございました。